土山サービスエリアは、滋賀県高架市土山城南土山の新名神、高速道路上にあるサービスエリアである。土山ランプ橋中日本高速道路管轄路線にあるサービスエリアパーキングエリアは、基本的にネクスコ中日本グループのグループ会社である中日本エクシスが管理、運営しているが、東 SA は高賀市や大見鉄道などが出資する。 第3セクターの土山ハイウェイサービス株式会社が管理、運営する。新名神高速道路亀山ジャンクション草津田上 IC の開通に伴い2008年2月23日に開業した。東 SA は日本で2番目の規模になる予定であったが国土開発艦線自動車道建設会議で新名神高速道路の建設コスト縮減が 決定され当初の予定の半分の面積に縮小されている。もともと下り線専用スペースとなる場所に上下線の駐車場と施設が配置され、上り線専用駐車場になる予定であった用地は、アスファルトプラントなどの工事用施設が撤去された後は空き地のままとなった。上下一体型の休憩施設であり、上下駐車場の間にトイレや営業施設が配置されている。 高速道路本線の南側に位置する。下り線側のランプ部は一般的な上下線分離型の SAPA とほぼ同一の構造であるが、上り線側本線流出ランプは本線から進行方向左側へ分岐した後、本線と下り線流入ランプを小道橋で越え、SA 南側へ回り込み東側から駐車場へ接続する。また、 上り線の本線流入は駐車場西側から下り線流入ランプと本線をアンダーパスし上り本線に接続する。休憩施設の西側には氷雪施設が配置されている。一般道路側には施設利用者とパークバスライド利用者のために来客用駐車場を完備しており、一般道路と施設間に連絡通路を設け歩行者と車椅子利用者の往来が可能となっている。 国道1号の蟹ヶ坂交差点には、当駐車場の案内看板が設置されている。SA 内に設置されているガソリンスタンドは、上下線ともにセリフ式である。また、ネクスコ三車間内の高速道路では、初のコンビニエンスストアのセブンイレブンが出展している。当 SA 周辺は、植林地に囲まれ良い景観が望めない場所に立地しているため、 峠のカフェテラスを設計テーマとして、計画、施行された。休憩施設の西側に配置された氷雪施設を遮蔽し、道路利用者の憩いのスペースとできるように、高さ11メートル程度の大きな起伏を持たせた、築堤が設置され、散策して、楽しめるように縁路やベンチ、遊具などが設置されている。ここで用いられている土は、 新名神高速道路建設時に発生した土を用いていて、築堤の見え方を築一確認しながら造成が進められた。園地の築堤より東側にはペット専用のゴミ箱やトイレを配置した多目的広場が設置されている。中日本高速道路の経営計画に従って環境マネジメントが進められた。トイレ棟の屋根では屋外緑化を実施し、 折り板屋根でも荷重に耐えられるように土壌を用いず、サツマイモによる水耕栽培が行われている。また、トイレ胸に光触媒コーティング剤を塗布することで、大気中の有害物質を分解し浄化できるようにした。東名阪自動車道の付加車線事業で支障となった、古材所 SA の樹木を東 SA に40本程度移植して、景観形成を図っている。 舗装の蓄熱による温度上昇を抑えるためベンチ周辺に遮熱性舗装が施されている。二酸化炭素排出を抑えるためトイレの空調や照明に必要な電力を太陽光発電している。道路利用者が夏場快適に施設利用できるようドライミストが設置された。NEXCO 中日本が推進する完全分煙化対策に合わせトイレ胸西側に 新たな喫煙室が2009年8月10日に完成した。したがって2009年11月3日に開業以来、運用してきたセンター棟の喫煙室を廃止。2008年2月23日の開業以来、ソフトバンクモバイルの携帯電話基地局が周囲に存在しておらず、同社製携帯電話での通話やメールといった機能が使えないという問題があった。 2009年12月12日に基地局が開設され、2011年10月現在は、利用可能となっている。土山サービスエリア開業10周年を記念して、マスコットキャラクター、土山たぬきが誕生。土山、サービスエリア上り線側前傾センター胸上り線、側で入り口ドライミスト、上り線案内標識下り線案内標識土山、バスストップ。映っている。 近鉄バスは2020年現在停車していない。土山バスストップは土山サービスエリアに併設されているバス停留場である。2008年3月20日に高速バス路線の新設に合わせて開設された。新米新高速道路で唯一のバスストップである。一般道路側には高速バス利用者や土山 SA 利用者のために専用駐車場が設けられており、 パークバスライドを実施している。土山ハイウェイサービス株式会社は、滋賀県高架市にある土山サービスエリアの管理、運営を行う会社である。建設当時、新名神高速道路に土山サービスエリア等を設置する手段として、第3セクター方式での設置か、ネクスコ中日本による直営のいずれかということになり、地域振興や雇用創出等、 その目的達成のための施設とすることを主眼に置いて、土山サービスエリアの運営を、大見鉄道株式会社に関するという計画のもと、大見鉄道株式会社や、当時の土山町等が出資をして2002年4月に、第三セクター方式で設立された。土山サービスエリアは、土山町が、当時の日本道路公団と共に設置に向けて、推し進めてきたが、 道路公団の民営化に伴い、一旦、ネクスコが直営で行うと話が元に戻ろうとしたが、県選出の大臣の協力もあり、当初計画の第三セクター方式での設置に戻った。ありがとうございます。